どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回はこちら、ハッピーグラスというね、ゲームやっていきたいと思います。なんか見覚えあるなと思った方いると思うんですけど、まあ、このゲームね、YouTube の広告とかで、まあ、たまに出てくるやつですね。やっていきましょう。どんなゲームかっていうのを説明するために、今回ちょっとレベル1をね、ちょっとやってみたいと思います。そう、ここにね、線を書いて、この上から出てくる水をね、このコップに注いであげるというゲームになってます。こうやって線を書いてあげると、こんな感じで橋ができて、まあ、ここに水が注がれると。これだったらこういう風にね、はい、橋のようにかけてあげると。まあ、非常に単純かつ面白いゲームです。はい。で、上のゲージがね、剣を使いすぎると減ってしまうんで、なるべく少ないその長さでクリアすることが星を獲得するポイントになってきますね。まあ、大体ね、どんなゲームか分かってもらえたと思うんで、ちょっとね、難しいところやっていきましょう。ってことで、一気に飛んで、レベル81やっていきましょう。レベル81は？なんだこれ。これあれか。なんか多分ちょっと、試しに押してみますと、さ、こういう感じだね。なんかボールが下に重力で下がっていっちゃって、これをどう固定するかっていうのが試されるのではないかなと思います。これでも、こうじゃないか？こうして台座作ってあげて、これでどうよ。ほーら、来た。でも結構簡単でしたね。これは。まあ、結構僕も上級者なんで、まあ、自称ですけど。まあ、だいぶね、ゲーム進めてかなり上達したのでね、まあ、今くらいはね、まあ、すぐ解けると思います。では次は、ああ、これか。これちょっと試してみますね。そう、下の赤い部分に当ててしまうと、水が蒸発してしまうんで、もうここに当てずに、まあ、うまくやってみようということなんですけど、これどうする？これは、こうか。ここに置いて斜面を作ってあげてこうだ。あーちょっと惜しい。あー水が足りない。でもやり方は合ってるはず。理屈は正しいはず。もう一度丁寧に作る。あーちょっと斜面ができちゃった。あーでもいい感じに傾いた。あー水が少ないね。こうだ。いけ。どうよ。足りないか。なあ、足りない。ピット。どうだ、これ。いいんじゃない？来た！来ました。ようやくクリアできた。ちなみに言い忘れてたんですけど、これ、このゲーム後書きできます。そう、こういう風に、例えば作った後に、なんかこういう風に、そう、ご利用しとかもできるんですよね。いっぱい作れます。ただ、これはどうなってんだ？どうなってんだ？これめっちゃ複雑じゃない？こういう、感じか。なんか、落書きみたいになっちゃった。あーでも、惜しい。こうして、こうだ。どうよ。来た。来たー。ニコってね、笑ってくれるっていう。お、なんかまた厄介なの来たよ。これはボールが落ちてくるから、ボール落ちてきちゃうと多分あれだな。グラスが倒れちゃうのかな、多分。あ、違う。下に落っこっちゃうのか。これを防いで水を注ぐと。ちょっと難易度高いかな。ただこれどうしようか。そうだね。引っ掛けて、そこの上の部分、ああ、間違えた。この上の部分に引っ掛けることができるんですよね。そう、この水が注がれる部分。ここに引っ掛けつつの、こっちに誘導するの。来た。これが一流のハッピーグラスプレイヤーですよ。自称だけどね。さあ、これもちょちょいのちょでやっていきたい。あら。めっちゃ溢れた。丸だと水が弾かれてしまうので、あ、結構難しくないか。あ、でも、分かっちゃいました、これ。結構ご利用しだけど、これで、どう？あ、でも、間違ってない。右は、おー、ギリギリ。右がギリギリでしたね。おー、ギリギリ星3つ。いやー、結構頭使うよね、やっぱり。さあ、今度はなんだ？この赤いでっかいボールを防ぎつつ、水を注ぐと。なるほど。これでも同じ要領でいけんじゃない？こうやって、ペッて。あー、なんか違う。そうじゃない。あー、でも、そっか、ボールも落っこってきちゃって、下へ流れ込んでくるのか。ちょっと厄介だな。え、これどうすればいいんだ？めっちゃだって遠いもんね。水から。え、めっちゃむずいんだけど。え、ご利用ししていいなら、これどうよ。あー。あ、でもいい。いい、いい、いい。いいぞ。お、行った絶対成功法じゃないけど。クリアできた。さあ、87レベルです。次は何だ？これも落ちてきますね。落ちてくるやつ。
だこいつを防がなきゃいけないと。こう、ああ、こうしてここに引っ掛ける。どうよ。ああ、合ってる？合ってる。うん。やっぱ上達してます。なんかもう、なんていうの？感覚ができてる。このハッピーグラスに対して。さあ次は、なんと、コップ二つ。な、さっきもあったけど、これ、きつくない？これだってコップ落ちてくるもん。あの、下に台座がないから、ちょっとやってみますね。ほら。あれーっつって落ちてった。この不満そうなコップの顔たちを、まあなんとかね、解消してあげたいが。これはでも今までの経験上、上に引っ掛けて固定したいが、星3つでクリアはできない気がしてしまう。こんな感じで。これじゃ星2つだもんね。ああ、ちょっと斜めになったけど。これを星3つでクリアするとしたらどうする？これ星3つで行くのが難しい。実は上に引っ掛けないパターンがあるとか。どうすればいいんだ、これ。全然わからん。こっち行って、こっち行って。で、こう。あ、来た！引っ掛けなくてもいけた。まさかの。でも多分安定したのは多分マグルだと思います。あ、でも引っ掛けなくてもいけましたね。さあ、レベル89レベルでございます。90レベルまでやろうかな。じゃあ、この、これは簡単じゃない？赤いボール防いで、これでいいもんね。あー、違う。全然違ったわ。この不満そうな顔ね。この赤いボールを防ぐことは変わりないんだけど、どうやって防ぐんだ？引っ掛ける部分がないもんね。あ、わかった。ここに台座作って、こう。だけど、星2つだな、これだと。うん。いけたっちゃいけたけど、やっぱ星3つ取らないとね、気が収まらない。上から来て、こうだ。こう。来た！来たー。これでしょ。最先端っていうの？最短ルートで通っていけば、今のやり方で合ってましたね。では、ラスト90レベルやっていきましょう。これは赤い玉を、どうすればいいんだ？ちょっと試しにやってみます。あー、なんか勝手に落ちてったけど。あれ、でもこれ簡単じゃない？レベル90の節目の割には。あんまり赤い玉を気にする必要ないかな、これ。かけて、これでいいんじゃない？あー、惜しい。惜しいね。ちょっとカクついちゃったからうまくいかなかったけど、やり方は正しいはず。これでいいんじゃない？うん。オッケー。なんだこれ。何の赤いボールだったんだあれは。フェイク。はい、そんな感じで今回はね、ちょっとハッピーグラスの方をね、レベル81から90までやっていきましたが、まあちょっと好評だったらね、レベル91からもね、やっていきたいと思います。てか、普通に面白いから僕がやりたいかも。そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のハッピーグラス実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。